とあるオートンビで鎌倉に行ってきたよ。まずはお昼ご飯。ボリューム満点で美味しかった。あんなにたっぷりでこのお値段は破格すぎる。街並みを探索しながら食べ歩き、幸せを呼ぶ大仏様焼き。味は6種類から選べたよ。大仏様かわいい。小倉あんとカスタード、生地がプルプルでとっても美味しい。この日は一粒万倍日。鶴岡八幡宮でお参りもしました。御朱印は青海葉の柄になっていました。かわいい。本日のお目当て、この日オープンの英国アンティーク博物館に到着です。ヴィンテージのロンドンタクシーがお出迎えしてくれました。1階はグッズショップで、2階から4階までがそれぞれのコンセプトにちなんだ本物のアンティークが飾られています。まずはジョージアンルーム。1714年から1830年頃のアンティーク。ここにある銀はすべて純銀でできているそう。ピカピカに磨き上げられた純銀、とっても綺麗。こんなに可愛い秒針見たことない。細かいデザインが本当に可愛くて何時間でも見ていたかった。奥にあるのはジョン・ログというシューズメーカーの木型です。オーダーメイドに使用していたもので、1個の靴をオーダーするのになんと100万円かかるそう。お次はシャーロック・ホームズの部屋。シャーロック・ホームズと聞いてすぐ名探偵コナンが浮かんでしまいました。1887年から1927年頃のものが飾られています。とっても貴重な直筆のお手紙。字がとっても綺麗でびっくりしました。触るのはダメだけど、写真や動画は撮っていいですよという館長の粋な計らいに大感謝です。100年以上前の生活で実際に使われていたものも置いてあるそう。100年経った今でもおしゃれだと感じて、
大切にされているものって本当にすごい。1837年から1901年頃のビクトリア時代、赤で統一されたお部屋。ディティールが凝っていて、自分がなんとなくイメージしていたアンティークってこの時代だったんだなぁと知りました。私には猫にしか見えなかった時計、かわいい。贅沢な空間にうっとりしちゃいました。ここはティールーム。窓から鶴岡八幡宮が見えて、鎌倉ならではの味わいにほっこり。有名な建築家隈研吾さんが手がけたこの建物、朝と夜で見え方が変わるのが特徴で、中にはデザイン画も飾ってありました。ぜひ行ってみてね。